で、ここはナンディの結構大きめの病院で、点滴とか血液検査とかもしてくれます。まあ、普通やろって感じなんですけど、ケミストって書いてたところは薬局ですね。で、ここが、ここも病院なんですけど、ちっちゃめの病院で、うちのおじいちゃんがすごい寝ながら診察するようなところです。で、ここも薬局で、日本と同じように処方箋を持って行ったら薬をもらえるって感じです。で、スーパーマーケット、ね、大きいですね。2階には家具が売ってます。で、服屋さんがあって、平日なので結構空いてるんですけど、もう日曜日は全面クローズしてます。で、あとは電気屋さんとか雑貨屋さんとか、中国人が経営してる携帯ショップとかっていうのがすごい多くって、結構活気にあふれていますね。で、左側に見える、右側に見えるのが緑のところが銀行ですね。結構大きい銀行、BSP 銀行と言います。キャッシュパスポートとかのお金を下ろすときも BSP 銀行で下ろせます。まあ、この辺りは両替所、赤と黄色とか両替所で、で、電気屋さん。ブラーって言われて、あ、Take a photo of me って言われましたね。写真撮ってって言われました。ジャックスっていう有名なお土産屋ショップがあって、すっごい安いです、今。やっぱりちょっとね、お客さんが減ってるので。これがバスです。ラウトカまで行くバスです。で、タプーシティっていうラウトカにもあるんですけども、ちょっと お土産屋さんとか服屋さんが入っている、まあ、いいように言ったらショッピングモールです。で、ワイロアロアビーチに来ました。結構曇りがちなんですけども、まあヤシの木がいっぱいあって、ごめんなさい、手ぶれがひどいですね。結構地元の人たちが遊びに来てますが、綺麗とは言えないんですけど、身近に来られるビーチとして有名ですかね、本当に。で、この辺りもホテルが多いので観光客が多いんですけど、まあ今はいないですね。この結構まっすぐな道で、この辺りはもう真上を飛行機が通るんですよね、普段は。で、もうナンディ空港っていう国際空港があるんですけど、ゴーっていう高音で飛行機が真上を過ぎていきます。まあ、この辺りはアパートですかね。あんまりこう見ると途上国って感じがしないんですけども、こう国際的な感じで、日本人以外にも韓国人、中国人、まあ、オーストラリア、ニュージーランドの人たちが結構住んでいて、まあ、結構活気にあふれてますかね。で、前に見える日本屋敷みたいなところが大黒と言いまして、日本食料理屋さんですね。すごい大人気のところで、大体の日本食が食べられます。で、バーガーキングです。ナンディにはですね、バーガーキングとマクドナルドが1軒ずつあって、24時間営業なので皆さん集まりますね。結構この辺は都会で、マーティンタールっていうところなんですけども、右手には映画館があったりスーパーマーケットがあったり、結構栄えていますし、最近ね、信号が増えましたね。この道は全然信号がなかったんですけど、もう車の通りが増えたので信号が多いですね。で、まあバーとかクラブが右側にあって、で、左側にもこの辺クラブなんですけど、もうほとんど今営業してないんですけど、もう少ししたら再開されるんじゃないかなって感じです。で、左側に映ってないんですけど、有名なタピオカ屋さんがあって、いろんな人が遊びに来てます。